はい、本日はお知らせでございます、はい、なんと、全世界投資がですね、登録商標になりました。はい、おめでとうございます,いますこれね、今まで私たちが全世界にまんべんなく投資をするっていうところで、うんうん、全世界投資って言葉を使ってたんですね。そうですねでこれ、まあ、僕らの造語なんですよ。まあ僕ら、そうですね、周、まあ、さんが20何年前に作った造語ですよねそそそうそうそう,そうですよね。 いまだに全世界投資ってあんまり普及してないんですけど、うん、<laughs> あちょっと僕らの力の力の差がね出てるわけです全世界投資で検索すると全世界株式の方が出てくるそうですねウ、えーはい、ールカントリーの方が出ますねただ、うん、全世界投資でサジェストでもね、うん、出てくるようになったんですよ 全世界投資アセットアロケーション出てましたも出ますね。はい。でそうすると我々のコンテンツに出てくるんですね。我々ちょっと力が足りないそういうところで、まあそこまで普及してないんですけど、まあこれねあの登録商標っていうのがありまして、まあ商標っていうのがありましてね、銃に使えなくなるっていうのがあって、まあ結構ツイッターとかそういうのでたまに炎上するんですよね。なんかやってましたね最近ゆっくり解説のやつが。ああまあそう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 。やってましたね。でまあこれはまあ僕らの使っ やってたやつだからそんな炎上することはないと思うんですけど <laughs>、はい、今までねこういう知財関係について、うん、まあ本来はサービス始める前にバッと取っちゃうんですけどやってなかったなとざるだ,、まあ、だったと <laughs> いうところがありまして <laughs>、はい、この際ですからというところでいろいろ取りました。まずマネーセンスカレッジ 当然ですけど、これは取らなきゃいけないと思いまして、取りまして、もう無事登録商標になりますということで、それ以外に全世界投資っていうのも言っていましたので、全世界投資に関しても取りますと、それ以外に僕らサービスでやってるチーム7%、チーム7%誰も使わないとは思うんですけど、とりあえず取っとこうかな取っというのと、あと、そクォーターグリッドシステム、QGS ってよく言ってますね。これもね他の 取られるとちょっと問題があるかなというところでこれも取りましたさらにクオーターライフプランニングっていうのは YouTube では語ってないんですけど会員制の方で語っていこうというところでこれ老後資産設計の考え方ですねこれも取りましたというところでこれはねコンテンツこれから作っていかなきゃいけないっていうところなんですけどもこれ以外の老後とかねそういうようなものも一通り全部取りましたというところで全世界投資を広めていこうとこれねせっかく来年から 兄さんも始まるし、ね、これからね個人投資家の、まあ、断念とまで言わないですけど、まあ、これからまあ皆さん多くの方がね日本人も投資していくだろうというところで、うん、ちょっとねキッシーでは難しいんですけど。枠組みをね 僕は絶対岸田ニーサとは呼びたくない <laughs> 新ニーサで新ニーサでいきましょう、まあ i s a 講座でやっていきたいそういうところで投資を文化にするっていうのが僕らの目標でやってきてるわけなんですよただやっぱ投資はまだ文化にはなってないかなとこれはねやっぱ日本株式も含めてやっぱずっと上がっていくっていうことが作れてない、まあ、そういったものもあるとは思す 思うんですよ。うんうん、で、それと、や日本独自のその日本の円安とか円高のリスクっていうものがあまり認知されてなかった。ああ、なるほどね。さら、うん、に言うと、うん、まあ日本がデフレでずっと。 まあ成長していないっていうところもあってまあ閉塞感も感じていたっていうのがあったと思うんですけどこれからの時代変わっていくんじゃないかなっていうのが私正直ありましてまあこれ20年前からも言っていたんだけども日本はまあ円安のリスクがあるからえ円安に向かってちゃんと投資していかないと自分自身のお金自体が目減りしてっちゃうよとか生活苦しくなっちゃうよっていうことをお話ししてたんですね。 やっていたので、はい、ただまあ円安に向かっていった時にもう格差がグッパーンって開いたわけですね、うん。そうですね。そういったところで家計を整えて。 まあそこから一定金額積み立てて円安にも対抗できるようにちゃんと自分の資産設計していこうねっていうところを20年前からずっと言っていてようやく時代が追いついてきたてう<年>でもやっぱり20年前からやってた方はやっぱまあ本当正しかったってう,う言ってくれるしそうい、ね、うん、の方たちのために情報発信したりとかまあセミナーやっててでその方たちがちゃんとそういうふうにやってた。 方はやっぱちゃんと資産形成できてるしうん、うん、例えば、DC、企業型 DC とかだったらはい、はい、社内の中でも運用成績がトップ10に入りましたとかいい,じゃいか自分がね、はい、まあこれもマレーセンスカレッジのおかげですというような、うん、メールをいただいたりとかするんですよだから僕らももうちょっとねいっぱい発信していかなきゃいけないな、ね、円安だけじゃなくてインフレの波も押し寄せてきてますからねそうですね、うん、まあそういったところでまあ多分今までコロナっていうねもうその未曾有の もう経験をししてきたし円安がどんだけ僕らの生活に影響を与えるのかっていうことも多分お分かりになったと思うし今回のね身をもってねでまあインフレっていうものが個人の生活においてどういうような影響を与えるのかとか株価上がったは上がったでいいんだけど全然我々生活よくなってないよとかっていう方もいらっしゃると思うんですよだからやっぱり家計を整えて投資をしていこうよっていうところでねで僕らやっぱサービスしてるわけでまあこうやって YouTube でもまあ グでで、ねえー、動画配信してるわけですねで、まあ、それのまあ標語としてやっぱり全世界投資っていうのがまあ今まであったし僕の思い出も結構強いんだよねそこの中で登録商標になりましたっていうことを多分皆さんにねお伝えした方がいいだろうというところでね我々もサービスやって20年経ちましたんでやっとかと <laughs> あのやっと取りましたみたいな感じそうですね。はいはい 取られなかったまあそうですね。まこれから先もやっぱり大きくしていく上で、うん、まあこういうような僕も法学出身でもありますから、うんうん、知財関係はしっかりとしておこうと。うん、まあそうですね。はい、まあここまで露出を増やしてきたのもまあ最近の話ですから正直言いますと。はい でまあ、今後もこういう取ったからといって何が変わるわけでもないのでこれを実態をちゃんと自分らで作っていかなきゃいけないから皆さんにも情報発信しまた皆さんの生活をよくできたら、うん、やっぱそれはね自然となんか構えが売れていくというか、ねうんうね、認知が深まっていくであろう、はい、まあここ数年でね投資を始めた方にとっては、うん、円安円高とか、まあ、結構動く時代もあったし、まあ、アメリカとかがね結構あえいでいたところもあるし、うん、そのコロナ禍っていうところもあって で、まあそんなにね。まあ成長はしてないんですけど、これから先また変わっていくんですよね。うん、ま、ここら辺は会員制とか。でもそのサイクルとかそういう話をさせてもらってるんだけども、もまあ、そういうようなところで、またここ十数年。の 中でですね、うん、やっぱ変わってくるので、まあ、こういうようなもの見えている方がねやっぱ安心できるじゃないですかまあ備えれますからね、うん、まあそういったこともこの内外でですね内外っていうのはこの YouTube とかでまあ皆さんにとか会員制の方でより詳しい内容とかまあちょっと会員制でしか話せないような内容とかでお伝えしていければなと思いますそういうちょっと宣言みたいなものも、うん 含めて今回ね発表できる段階になったので、はい、まあお知らせしとこうというところで動画を撮っておりました何が変わるっちゃわけじゃないんだけど <laughs>、はい、まあ皆さんも応援していただけるとありがたいですそしたら今後ともマネーセンスカレッジと全世界投資をよろしくお願いいたしますでは次の動画でお会いいたしましょう本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。